服はいつも通りでいいかな。気合入れすぎって思われるのも嫌だし。今日ちゃんとデートできるかな。お母様のあの言葉のせいで最近団長のことを今まで以上に意識しちゃってるし、うまく話せなかったらどうしよう。それどころか嫌われたりしたら。あ、団長。クラリス、団長さんとはどこまで関係が進みましたか？団長、クラリスに手を出すなどと私は許可していないからな。ちょ、お父様、いきなり何言ってんの？そうですよ、あなた、むしろ手を出してもらわないと。お父様もお母様も変なこと言わないで。行こう団長、せっかくのデートの時間がもったいないもん。何か話さないと。でも何を話せばいいんだろう。うち今まで団長とどんな話してたっけ。っていうか団長と手つないだままじゃん。でも今さら話すのも変だよね。うちも話したくないし。これからどこへ行こうか。団長は行きたいとこある？じゃあさ、喫茶店にでも行って一休みしない？ずっと歩きっぱなしだしさ。お待たせしました。当店特製のパフェになります。ではごゆっくりどうぞ。どうしよう、会話が思いつかない。何話せばいいんだろう。そんなことない。むしろすごく嬉しいし。でも今はそのお母様のせいで団長のことをすごく意識しちゃってて。あのね、この間お母様に言われたんだ、伴侶を探しなさいって。それでその相手に団長はどうだって。だからつい団長がうちの伴侶になった時のことを想像しちゃって。そうしたら団長のことをすごく意識しちゃってさ、それでうまく話せなかったんだ。ごめん、変な勘違いさせて。でもね、これだけは覚えておいてほしいんだけど、うちが団長のこと嫌いになるなんて絶対にないから。だってうち団長のこと、今いい流れだよね。今なら水着の時に届けられなかったあの言葉を言っても。野良猫かな。でも随分と人懐っこいような。こら、お客様に乗っちゃダメって言ったでしょ。
この猫、このお店の猫？あ、いえ、このお店の猫ではなく、この周辺の地域猫でして。気に入ったお客様を見つけては、このように膝に飛び乗って甘えるんです。すぐに連れて行きますので、もう少しお待ちください。そうですか。もし迷惑なら言ってくださいね。猫に団長を取られた。せっかくチャンスだったのに。そういえば水着の時も効果に邪魔されたっけ。なんでこんなにいつもタイミングが悪いんだろう。いいな、うちも団長にあんな風に構われたいな。うちだって誰もいない場所でならあんな風に甘えて。って違う、猫は猫だから。猫に嫉妬したなんてバレたら絶対師匠に笑われる。でもせっかくのデートなんだし、団長ももう少しうちのことを構ってくれても。とりあえずパフェ食べよう。甘いものはうちを癒してくれるし。ごちそうさま。デートだからあんとかできるかなって思ってパフェを頼んだのに。なのに一人で全部食べちゃった。せっかくのデートなのに失敗ばかり。なんでこうなるの。穴があるなら入り。ちなみに制作という分野でも極めれば存在崩壊に近いことをできるみたいよ。すべてを飲み込み滅ぼす黒い穴を作ることができるって。うちだって誰もいない場所でならあんな風に甘えて。いいアイデア思いついた。ありがとう団長。それとごめん、うちちょっと帰って実験する。だからほんとごめん。その代わり次のデートはうちがちゃんと誘うから。猫にも絶対負けないから。それじゃ家に帰ろう。